スポーツデューリゾートリソルの森は、千葉県長生郡長良町にある複合リゾート施設。総面積100万坪の広大な敷地には、厚生労働大臣認定健康増進施設として、各種スポーツ施設やクリニックも併設。敷地内にある旧スイス大使館は、国の登録有形文化財に登録されている。リソルホールディングスグループが運営し、ホテルトリニティ所在、 メディカルトレーニングセンター、ターザーニア、緑集帝、マナカントリークラブなど多様な施設を持つ。千葉県長鮮郡長良町の北端、上野地区に所在し、茂原市、市原市と近接した立地にある。日本土地改良株式会社が1976年に開場したマナカントリークラブを単所とし、生命の森リゾートとして周辺に各種保養施設の開発を進めた。 しかし1980年代末から北海道、拓殖銀行の主導で進められた過剰投資が原因で1998年に日本土地改良株式会社と日本エアロビクスセンターが会社構成法を申請。2003年5月には日本土地改良株式会社と業務協力に関する協定書を締結。その後、三沢リゾートの支援で再建された。 パシフィックネットワークが各地で事業を展開する野外遊園施設、フォレストアドベンチャーの一つ。フォレストアドベンチャーターザニア、木の上の冒険王国、ターザニアとも表記される。専用のハーネスを着用して、木から木へと空中を移動していくヨーロッパで人気の森林冒険施設。66のアクティビティを備えるアドベンチャースポーツパーク。期間限定で漫画、マンガ 進撃の巨人とのコラボレーションなども実施している。日本メディカルトレーニングセンター各種スポーツ施設やクリニックを併設。医療法人財団健康医学研究会、リソルクリニック併設。体育館、浴場、25メートルプール、ダンスルーム、フィットネスルーム、リソルクリニック。プロ野球選手の短期合宿や、カール・ルイス、高橋直子。 野口水希といったアスリートのトレーニングにも利用された実績がある。1930年に男爵、近藤茂屋の別邸として建てられた後、1978年までスイス大使館として使用された建物を1979年に移築したもので、水州は当て字でスイスと読む。館内は和食所として利用されており、 国の登録有形文化財に登録されている。映画、アウトレジのロケーション撮影にも使用された。営業時間は、昼の部11時15時。昼の部は、完全予約制。夕の部17時21時30分。ホテルトリニティ所在1階にある、ビュッフェ形式のレストラン、ブローニュ、メディカルトレーニングセンター1階にあるレストラン、スポール。 マナカントリークラブマナコースのクラブハウス2階にあるガーデンレストランザグリル新米店。マナカントリークラブゲイリープレイヤーコースのクラブハウス2階にあるガーデンレストランザグリル GP 店がある。ブローには朝食ビュッフェ、昼食ビュッフェのほか、夜はパーティー会場としても利用可能である。メディカルトレーニングセンター内の大浴場、ながらカルナの湯。 マナカントリークラブ GP コース大浴場、マナ、カルナの湯がある。どちらも純天然温泉であり、ながらカルナの湯は、北海道二股ラジウム温泉の原石を使用した、天然湯の花風呂、マナ、カルナの湯は、新潟県土地をまた温泉で産出された鉱石を、使用天然鉱石風呂である。その他、大浴場として、マナカントリークラブマナコース内に、マナカントリークラブ大浴場がある。 隣接する茂原島名にあるゴルフ場。設計者は、泉和助。27ホールのマナコース、18ホールのゲイリープレイヤーコースの2コースが整備されている。16階建てのホテルであり、リソル生命の森のシンボルタワーとなっている。すべての客室に、イタリア製の家具が導入されている。1階には、トリニティショップ、レストランブローニュ、16階には、 エステティックサロンジュールフェリエがある。全室がスイートルームとなっている。森の中に点在するカナダヒノキ作りの別荘風宿泊施設。別荘をイメージしたログハウス風の客室を有している。室内は全室バス、トイレ、冷蔵庫を完備している。ありがとうございます。